オッケー、一瞬だね、うん、でも多分学校の先生許してくれへん人もおるから、それちゃんとした解き方も覚えておいて。はじめ、はい、今回は、まあ、循環小数の裏技っていうことでやっていこう。まあ、裏技っていうか、まあ、ちゃんとした解き方っていうのは100倍とかするやつな。OK。はい。問題は2台しか用意してないです。0.24 のこの循環小数と 3.567 のこの循環小数。覚えてください。いや、解いてください。はい。0.24。これは分数で表すとどうなるかなって言ったら、この循環してるやつが何桁あるかなみたいな感じで考えてくれて、2桁やったらその2桁に99っていうのをかけて、99分の24みたいな感じでできるわ。OK。じゃあこれ、約分したら3で約分して8324の33分の8って出ます。 OK、 一瞬だね、うん、でも多分学校の先生許してくれへん人もおるから、それちゃんとした解き方も覚えておいて。 3×3×x=0.24 って置くのと、これ2桁あるから100かけて 100×100=24.24 っていうので、それで引いてやってほしいな。そしたら 99x=こんな感じで出るやん。 OK、 その循環してるやつをファッて消してあげる感じやね、本当はな。で、今回はこの裏技に重点的に教えていくねんけど、次のやつは結構みんなミスんな。いつも 0. 何ぼやからこういうのを使えるよって感じやねんけど、たまに意地悪な先生がこういう 3.567 みたいなの出してくるときあんねんな。999分のみたいな感じでやったらちょっとダメ、ね、これは、分けてあげてください。3っていうのと 0.567 っていうので表せれるやろ。まあ、この 0.567 はいつも通り、この0点ってなったらこれ使えるよぐらいのイメージでいいです。OK。で、この567、まあ、全部足したら、13、18やから、まあ、3の倍数やから3で約分しとこうかな。そしたら、189かな。189ってなって、これってな、333。まだいけそうやな。18やから、まだいけんな。で、3で約分したら、111。63。この111っていうのも3の倍数やな。123やから。で、これ9やから、3の倍数やから、3の倍数やから、サザンが9の3列21か。で、21ってね。このように結果的に約分できました。27で約分できたんか。で、まあ、それは置いといて、それで足したら37分の7321、ササンが9プラス37分の21なって、これは37分の132って出ます。 OK、 こんな感じです。で、これも正規の解き方でいくと、こんな風に X をこうやって置いて、循環してるのが3桁やから1000かけて、で、これ引いてあげて 999x=、 これダメねんって言ったら、斜めってる、ごめんなさい、3564。じゃあ x=999/3564 なんだな。で、これっていうのは約分したら27で約分できるんだ。 OK、 まあ27で約分暗算できる人はやってくれたらいいし、電卓使ってもいいです。いける、何が言いたいかって言ったら、これだから999/3567やって言って置いちゃう人おんねん。でも実際違うやん、3567やじゃないやろ、3564やん。いける、まあなんとなく分かる人は引いたったりだけやねんけど、ここでそんな多分毎回やってたらアホみたいになるから、こうやって分けて考えてあげたら多分誰でもできると思います。 OK、 裏技はこんな感じです。もう一回問題と答え貼っておきますね。良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない人はぜひして、はい、一緒に勉強しましょう。数学 A も上げてます。まあ、守護士か、多分今は上げてないかもしれない。バイバイ、古くに見、うん、いいよ、はい。